ウラジーミルとスーズダリの白亜の建造物群は、ロシアブラジーミル州のことウラジーミル及び、スーズダリを中心に点在する制度、修道院、城塞など八つの記念碑的建造物群で、大理石で作られ精巧な浮き彫りが施された白亜の外壁を特徴としている。1992年にユネスコの世界遺産に登録された。モスクワの北東の一帯は、岡川流域の定地で、 深い森林が広がっており、古代、ルーシの中心であるドニエプル川流域のキエフ、大公国及び、北方のノブゴロド公国からは隔たった辺境であった。しかしこの地方は河川を通じてボルガ川、ドニエプル川、ネバ川水系とつながっており、東西南北との交易がしやすく、土地も肥沃で、深い森林によりトゥルク系の遊牧民族の襲撃から守られていたため、 ドニエプルガー流域からの住民の移住が相次いだ。12世紀にはロストフやスーズダリを中心にウラジーミルスーズダリ大公国が確立した。ザリエーシェイ地方は中世のルーシの政治及び宗教の中心地となり、ロシアという国家の形成に大きな役割を果たしている。木造建築を伝統的に作ってきたルーシにおいて、この時期に白亜の聖堂や 修道院などの石像建築が作られるようになった。13世紀半ばのモンゴルのルーシ侵入により、ウラジーミルもスーズダリも破壊され、以後モンゴル支配下では長らく石像の制度の建設は滞ることになり、またルーシの主導権はモスクワやトベリなどの諸公国に、あるいはリトアニア大公国などに移った。しかしモンゴル侵入以前の建築の一部は現在まで、 各地に残っている。ウラジーミルとスーズダリの白亜の建造物群は、ウラジーミル・スーズダリ大公国の前世紀である12世紀から13世紀に、かけての宗教建築、要塞建築で、ルーシにおけるビザンティン建築、中世ロシア建築の恒例になっている。世界遺産に登録はされていないが、ザリエーシェ地方には他にも、同じ時期の白亜の聖堂建築が多数ある。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。